エリオット波動原理の基本、波動原理の概念と波形認識、ボリューム2ですね。今回はですね、前回すみません、こちらのエリオット波動の原理の基本のですね、波形認識1の方をですね、お話ししました。今回はですね、第2回目です。2回目はですね、こちらにありますように、推進波のうちのダイアゴナル、修正波のジグザグ、フラット、トライアングル、あとここに書いてませんが、修正波にはその後その他にですね、複合修正波というのがございます。それぞれの波形について、詳しくですねお話ししてみたいと思います。でちょっと前もってちょっと言っておきたいんですけども、今回の DVD で説明する波形のですね概要ルールはですね非常に細かいです。おそらくですねこの DVD をご覧になっている方もですね、こんな細かいルールとかあまり聞いたことないというふうに思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、実際こういったですね細かいルールやガイドラインが存在するわけです。でこれらをですね、できるだけ厳密に適用してですねカウントしていくことで、より精度の高い想定を立てることができるというふうに考えます。ではですね、まず最初はですね、推進波のうちのダイアゴナルについて解説します。はい、ダイアゴナルというのは推進波です。推進波というのの、はもう一つは、前回お話ししましたインパルスですね。で、今度ダイアゴナルはインパルスとどこが違うのかというのはですね、まずこの図を見ていただきたいと思います。インパルスと同じでですね、基本的に1,2,3,4,5と5波動構成ですね。これを収縮型ダイアゴナルといいまして、この1波終点、3波終点を結んだ線ですね、それと2波終点、4波終点を結んだ線を引きますと、だんだんこう収縮していっているのが収縮型ダイアゴナルですね。一方ですね、同じ1,2,3,4,5ですけども、だんだんこう拡大していってる、これは拡大型ダイアゴナルというふうに言います。で、今この1波終点、3波終点、こちら2波終点、4波終点を結ぶというふうに説明しましたけれども、このことについてもですね、その判断が正しいのかどうかという、細かいこともですね今後お話ししたいと思っております。で一応ここですね、お分かりのようにですね、1、2というふうな数字が書いてますね。これは全体が推進波だからです。インパルスの場合も1波、2波、3波、4波、5波と数字で副次波を表記しています。推進波ですね、ダイアゴナルも推進波ですから数字で表記します。一方ですね、これ先々の話になりますが、修正波の場合はここがですね数字ではなくて A、B、C とかですね、あるいはトライアングルだと A、B、C、D、E と、もしくはですね複合修正波ですと W、X、Y というふうにですねローマ字を使います。またそのこともですね後で詳しく解説 したいと思います。ではですね、このダイアゴナルの、中身を見ていきましょう。はい、このようにですね、ダイアゴナルというのはここよく見て、これ後で話しますけど、これ修正波のジグザグという形です。2波目もジグザグ、3波目もジグザグ、4波目もジグザグ、5波目もジグザグですね。この拡大ダイアゴナルは全体の形こそは違いますね。こちらはこう収縮していて、いわゆるウェッジ型という形になっています。一方この拡大がダイアゴナルはこう逆ウェッジ型ですね。しかしですね、この内部の副次波といいますが、副次波は同じようにですね、すべてジグザグになっているというのがですね、一番の特徴です。副次波はすべてジグザグ、またはジグザグの複合形と、このジグザグの複合形あるいはジグザグに関しての説明は後ほど修正波のところで詳しくやっていきたいと思いますが、つまりですね、インパルスの副次波との違いはですね、インパルスは1波目が5波動でしたね。3波目も5波動、5波目も5波動でした。ところがですね、ダイアゴナルはすべて3波動の副次波、3波動ということは副次波すべてが修正波であると、
いうところです。これ非常に難しいですね。全体は推進派で推進していく性質なのに、中身を見ると、全て修正派になっていると。修正派のつながりで推進していくというのはですね、つまりですね、こうインパルスのようにすっきりと進んでくれないということですね。修正しながら修正しながら、じわ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 進んでいくというイメージです。はい、ではですね、もう一つですね、実はダイアゴナルの副次派に関して別のパターンがありまして、これについてちょっと解説しますね。これはリーディングダイアゴナルと呼ばれる形です。このようにですね、リーディングダイアゴナルは、先ほどのですねダイアゴナルと違ってですね、このようにですね、最初が 1,2,3,4,5 と、ここインパルスになってますね。で、2波はジグザグ、3波もインパルスです。で、4波はジグザグ、5波も、インパルスですね。このようにですね、5,3,5,3,5 というですね、副次波を持つのがリーディングダイアゴナルの中で存在すると、ちょっとここのところ非常にニュアンス難しいんですけどもね、一応こちらのあのエリオット波動研究ですね、これ私どもの研究所の方で書かせていただいたんですけども、こちらのですね、131ページあたりをですね、お持ちの方は131ページあたりをですね、ご覧いただくってほしいんですけど、こちらにですね、リーディングダイアゴナルっていうのは53535型であると。で、その中にどういう副次波が出るかというふうに書いてますけど、非常にですね、ちょっと申し上げにくいですけど、これですね、131ページのこの記述ですね、この副次波に関する記述は、現時点での、私の認識ではですね、これ間違ってます。はい、非常に申し訳ないんですけども、この本が出てですね2年以上経ってまして、その間もですね、毎日毎日波動の研究してるわけですね。その中でですね、これはどうやら間違いであると。どこが間違いであるかといいますと、このですねエリオット波動研究の方にはですね、2波はジグザグやフラットも出ることがあると書いてますけど、おそらくですねフラットは出ないと。で、4波もジグザグあるいはフラットと書いてますけど、おそらくフラットは出ないと。これもですね、絶対出ないというわけではないと思うんですけど、ほぼ出ないというふうに考えていいのかと。そしてですね、一番の間違いはですね、リーディングダイアゴナルの3波がですね、3波そのものもダイアゴナルになるというふうに書いてありますが、これはですね、間違いです。ではですね、どうしてそういった間違いになったかということをちょっと説明しますね。まずですね、こちらの、パンローリングさんの方から、出てます、エリオット波動入門ですね。この本はですね、おそらくエリオット波動を勉強しようというふうにですね、考える方はまず最初に手にする本なのじゃないのかなと思いますね。で、この本は何かと言いますと、こちらのですね、フロスト先生と、プレクター先生がですね、書いた、エリオットウェーブプリンシパルというですね、世界中のエリオティシャンのですね、バイブルとも言えるようなですね、本なわけです。これが今のエリオット波動界のですね、最重要テキストと言っても過言ではないですね。これをですね、翻訳したのがエリオット波動入門なんですよ。ところがですね、ここからが肝心なんですけども、実はこれ、ずっと同じ内容じゃないんですね。現在ですね、第11版まで改訂版、あるいはですね、違う版に、改訂されてない版もあるんですけど、11版が発売されています。ところがですね、これはその改訂前の状態の本を翻訳したものなので、現在の認識と違ってるんですね。どこが違ってるか、このリーディングダイアゴナルに関するところがですね、一番違ってるんです。実はこれは2005年にですね、第10版という改訂版が出ましたけど、私はこの1版から現在11版まで全てをですねチェックしているわけではないんですが、私が確認できた限りではこの第10版からですね、リーディングダイアゴナルに関する記述が変わってるんですね。で、そのどこが違っているかと一番言いますとですね、この
ファン・ルーディングさんのエリオット波動入門の方で照らし合わせますとですね、すぐ出てくる、はい、こちらの方はですね、リーディングダイアゴナルのパターンは53535というパターンになるというふうなことがまあ明記されています。で、以前確かにこの前のこちらのエリオットプリンシパルの前の号ではそう書いてあったんです。ところがこの第10版からでですね、リーディングダイアゴナルはですね33333もあるというふうな記述に変わりました。で、まあ今回ですね、今回といいますか、私どもが出しましたこの本がですね、先ほどまあ申し上げましたの間違いがあったのはですね、このですね、この訳の元になったエリオット・ウェブ・プリンシパルの方をですね、テキストとして、これが一番の基本としてですね、波動を分析したためにですね、実際は本当は33333の波動であったものをですね、まあ半ば無理やりですね、いやリーディングダイアゴナルだから53535じゃないといけないんじゃないかということでですね、まあ強引にややこじつけながらですね、無理やり分析したわけです。そうするとリーディングダイアゴナルの3波がですね、リーディングダイアゴナル、ダイアゴナルになってしまったということなんですね。実際はですね、それを、現在の、このこちらですね、現在のこの第10版以降のですね、まあ、認識に基づいて分析しますと、まあ33333と、やっぱりリーディングダイアゴナルであろうがですね、実はほとんど33333のように見えるわけですね。